し、始めるか。何もかもが真っ白だ。体も重いし、暑くて息苦しい。部屋の扉閉めてしまえば、完全に下界の情報はシャットアウトされてしまうんだ。表へ出てみろ。オラがガキの頃、気が狂いそうで1ヶ月もいらんなかったっちゅう意味がわかるぞ。あ、どうなってんの。部屋の中だったのに、こんなに広い場所が、それに何にもない。地球と同じ広さらしいぞ。気をつけろ。遠くに行き過ぎと、ここを探せずに迷って死んじまうかもしんねえかな。こんなとこで1年も。早速修行始めるぞ。まずはご飯。おめえをスーパーサイヤ人にする。スーパーサイヤ人に僕がなれるのかな。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血引いてんだぞ。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本格的な修行はそれからだ。なかなかすんげえだろ。おめえ重力の特訓は初めてだったよな。まあすぐに慣れるって。しまった。謝っても遅いぞ。こりゃ楽しみだ。本当にすんげえことになるかもしんねえぞ。まだやるわ。おめえはオラの子だ。自信持て。はい。you
おめえの出番だぞ、ごはん。僕がセルト？無茶を言うな、悟空。戦えるわけないだろう。確かに見違えるほど実力は上がったが、相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。ピクロ、ごはんはオラたちの思ってる以上に信じられねえような力を持ってんだ。どうだ、ごはん。さっきの父さんとセルの戦い、すごすぎてついていけねえと思ったか？思わなかった。だってお父さんもセルも思いっきり戦ってなかったんでしょ？セルはどうか知らねえが、父さんは思いっきりやってたさ。つまりおめえには手抜いてるように感じたんだろ？そうなのか、ごはん。はい、あれ、ごはん。平和な世の中を取り消してやるんだ。学者さんになりてんだろ？わかりました。やってみます。ダメだ。逃げろ。せよ。ゴルカだ。うだ。せよ。だ。と。た。だ。だ。ダメだ。だ。逃げろ。するの好きじゃないんだ。僕は昔から怒りでカッとなると、自分の意志を超え、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。カメハメハ。おお、失敗だったな。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。やはりガキだな。それどころか、私はどうしても貴様を怒らせたくなった。お前たちまで巻き込んで犠牲にしてしまうことを許してくれ。俺はセルと共に自爆する。残念だったな、16号。もっとも爆弾ごときで私が死んだとは思えんがね。所詮貴様はドクターゲロの失敗対策だったようだな。なんだ、あれは。さあ行け、セルジュニアたちよ。やめろ。孫悟飯、正しいことのために戦うことは罪ではない。精神を怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。俺の好きだった自然や動物たちを
守ってやってくれ。余計なお世話だ。出来損ないめ。もう許さないぞ、お前たち。やっと真の力を見せたか。これで面白くなってきたぞ。カメハメハ！気になるなよ、クズ。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。大きく出たな。では見せてやるぞ、このセルの恐ろしい真のパワーを。くっ！絶対に勝ちたい。遅い。僕が戦わないと。当たれ！マセンコ！なぜあれほどのパワーがえやつに。おい、何をしている。とどめだ。すぐにとどめをさせ。もうとどめを。まだ早いよ、父さん。あんな奴はもっと苦しめてやんなきゃ。18号だ。18号を吐き出した。つまらない。それじゃお前ももう終わりだな。許せねえ。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。
のせいだ。早くとどめを刺しておけば。なんだ、悟空。やっぱどう考えてもこれしか。地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイ、みんな。悟空、お前、まさか。悟空。ここまでよくやったな、ご飯。すごかったぞ。お父さん。母さんに、すまねえって言っといてくれ。消えた。悟空の気が。驚いているようだな。何がおかしい？気でも触れたのか？僕の思い上がりで死んでしまったお父さんの仇が打てて嬉しいんだ。貴様はぜひこの手で殺したかったと思っていた。そりゃどうかな。今度はそううまくいくとは思えんがな。こいつは耐えきれるかな。お遊びはもうせんぞ。すぐに終わらせてやる。遅い。耐えきれるかな。こいつは耐えきれるかな。
父さん、ごめんなさい。セルから地球を守れなかった。おい、こら、諦めるなんてねえだろ、ごはん。お父さん。大丈夫、勝てる。自分の力を信じろ。最後に見せてくれよ、オラたち二人で作った力を。はい。さあ、終わりだ。終わりにしてやる。今だ。そんなバカな、この私は。